広島県江田島市のカキ養殖加工の水産会社で8人が殺傷された事件で、広島県警は15日、カキ加工場で現場検証しました。調べによりますと、殺人と殺人未遂の疑いで逮捕された中国人の技能実習生、陳宗旗容疑者は、14日昼ごろ社長に怒られたと供述しているということで、警察は、 不満を募らせた陳容疑者が、死亡した川口信幸社長に叱られたことで逆上した可能性もあるとみて、動機などを詳しく調べています。